僕に過去1万円以上のスーパーチャット赤スパを送ってくれたことのある不当客の方、ちょっと挙手してもらっていいですか。お願いします。お兄さん、じゃあ、お名前いいですか。メメホリ石田。メメホリ石田やんけー。メルルのストーカーこいつつまみ出せ。メルルのストーカー来とんぞ。おい、何しに来たんや、メメホリ石田。メルルどんな匂いでしたとかスパチャで聞いてくれ。メルルのストーカーや。ええー、ねお前、何しに来たん。あ、一人で、来年から東京なんで。あ、言ってたっけ、はい、そうや。家昨日決めて。家昨日決めた。で、今日は天下に。天下に、ありがとう。え、どこに決めたん。あ、練馬区の。練馬区。練馬区の練馬区。あれ、なんやっけ、なんか芸術系の大学でしたっけ。へ、はい、すごい。大学に進学。今芸大。今別の学部にいて芸術系に移転すんねん。そうです。ああ、なるほどね。いや、マジで、あのメメホリ石田は、まあでもここ1年ぐらいでスパチャ投げてくれて、最初衝撃やったんや。そう、メルルがとにかく大好きやから、共演した時どんなんでしたとかで、俺もゲーム実況配信しながら、じゃあ分かった、そのメルルとおたら言うとくわみたいな、なんか軽く言ったと思うねんけど、メルルね、上半期めっちゃ会ったんですけど、こいつに出会ってから一回も会ってない。マジで会ってないで、知らん間に二十歳になってるわあいつ。なあ、メルル好きなんや。好きっすね。どこが好きなの。顔顔と匂い。キショイの。どっか行け。そちらのお姉様、お名前ちょっと大きい声でお願いします。リリリです。リリリやリリリの降臨。なんか黄色い声援あった今、すごい。リリリやん。え、ちょっと、いつもありがとうございます。すいません、本当あなたのお金で買いました。これリリリ配信のアイドルや。リリリ、大学生ですよね。いやー、ありがとう。何しに来たん。なんか東京旅行のついてる。あ、そう、はい、あら、東京じゃなかったでしたっけ。大阪です。大阪なん。福島です。え、福島、はい、そんなん言ってた。言ったことない。おいおいおい俺大阪の福島よ。福島のどこ。福島のいや、まあまあそうね。な、ど、え、どの辺。あー、そっち。キングマンションとか。知らないです。はっきり言うな。もうや。下福島運動場公園とか、でっかい公園。知らないです。厚生年金病院とか。知らない。福島県。なんでそんな知らない。あ、そう。うん、俺の父ちゃんの墓あるからまた参っといてくれ。参っといてくれねえ。リリリも来たが。前列のメガネのお姉さん、お名前いいですか。あ、ルカです。ルカや。うわー、漢字2文字でルカ。応変にとどまるや。で、お花の花、おめでとうございますルカ。あ、こんな、そうですか。 お一人でお越しですか。はい。ね、結構投げてくれてるけど結構振るないルカ。2年は、うん、1年半ぐらい。ルカ、ちょっと顔見とこう、マジで。赤い眼鏡でね、ありがとうございます。聖夜が好きなタイプや。赤い、あいつ赤いのが好きや。お兄さん、沼袋やんけ。お前、何やってんの。お前がこれ編集してんねやないかい、ずっと。何してんの、こんな席なん。また遊ぼな、ひまわり屋さんぽと。あ、そう、沼袋ってオールナイトニッポンでも有名なハガキ職人の、あのリアクションメールの鬼沼袋が、俺が何ヶ月か前に編集者募集ってやったタイミングで応募してくれて、今もがっつりね、もう LINE しながら編集してもらってんねんけど、そう、電化にの素材も全部なやってくれたり。ちょっとお前言ってな、その、招待とかするから。熱っ。
聞いていいですか。テントウムシのワルツや。テントウムシのワルツ。はじめまして。いやいやいや、不渡客というかもうね、技術面での僕の、あ、僕がパソコンから雑談配信、あ、マリオメーカーのゲーム配信できるようになったのこの人のおかげですからね。この人が教えてくれて、この人がなんか YouTube 限定公開みたいなやり方を教えてくれてね。あれし、お、お名前は、サクパンやん。サクパンやんけ。はじめまして。アイコン後ろ姿、サクパンやん。じゃあお名前いいですか。プリカスです。プリカスやん。うわプリカス。はじめまして。あの、え、家計払い終えました。もう、あ、また家計しちゃいました。何してね。